順番子。あきらくんの小学校では竹馬がとっても人気です。休み時間になったらすぐに行かないとあっという間になくなって、順番もなかなか回ってきません。ある日、あきらくんが竹馬置き場へ行くと、残りはあと一つでした。手を伸ばしかけている1年生の女の子を押しのけて、やったー、竹馬ゲット。あきらくんは最後の一つを手に取ってしまいました。女の子が悲しそうにしていますが、あきらくんは気にしないで遊び始めます。そろそろ貸して、順番子だよ。あきらくんは誰に何を言われても楽しくて順番を譲りません。そのうちに休み時間が終わってしまいました。あー楽しかった。たっぷり遊べたあきらくんは大満足です。次の日、ママとショッピングモールへ買い物に出かけたあきらくん。大好きなクレープ屋さんに並んでいると、あきらくんの目の前に大人の人が割り込んで先に注文してしまいました。順番抜かしはいけないのに。あきらくんはそんな大人を恥ずかしいと思いました。クレープを食べ終わると、今度はゲームコーナーへ行きました。ゲームの機械は2つ、女の子と大人のお兄さんが遊んでいました。順番を待っていましたが、待てども待てども変わってもらえません。そろそろ変わってよ。あきらくんが言っても、大人のお兄さんはずっとゲームをしていて、こちらに振り向いてもくれません。するともう一人の女の子が、ごめんね、変わるね、と変わってくれました。その子は竹馬を横取りした時の女の子でした。あ、気がついたあきらくんは女の子を呼び止めると、変わってくれてありがとう、竹馬取っちゃってごめんね。女の子に謝りました。女の子は、いいよ、とにっこり許してくれました。ゲームをしようと隣を見ると、お兄さんはまだゲームに夢中です。大人になっても順番が守れなかったり、順番を変われない大人を見たあきらくんは、なんだか悲しい気持ちになりました。竹馬のことを思い出したあきらくんは、僕もこのままだとあんな大人になっちゃうのかな、それは嫌だな。そう思ってゲームは楽しかったけれど、すぐに次の人に順番を変わりました。次の休み時間、竹馬置き場に向かうと、最後の一つを1年生の男の子が取ろうとしていました。あきらくんは、順番待とう、横取りをしないできちんと待つことにしました。しばらく待っていると、先に使っている人がすぐに貸してくれました。ありがとう。とても喜んだあきらくんですが、少し遊んでから竹馬置き場に目をやると、次に待っているお友達がいることに気づき、すぐに代わってあげたのでした。おしまい。